新発売のペプシ生飲んでみたくないですか？お疲れ様ウイカのハッシュタグをつけてつぶやくとペプシ生が当たります。当たりは私が登場、ハズレはヒュイゴカモン、ヒュイゴカモン。それではお疲れ様ウイカ。ステップ入ってくる。カメラ見えてるから。見えてやってるよ。おはようございます。よろしくお願いします。ああ、レミさん、ご無沙汰しております。右側にお願いします。はい、でこれに関しては言おう。スタート。新発売のペプシ生飲んでみたくないですか？ペプシ生が当てるお疲れ様ウイカキャンペーン、今すぐやってみ。カットカット。はい、ありがとうございます。もう一個でもとってもチャーミング。当たりは私が登場、ハズレはそれではお疲れ様ウイカ。かわいい。当たりは私が登場、ハズレは、あ、いいタイミングです。それではお疲れ様ウイカ。かわいい、良きだと思います。スタート。新発売のペプシ生飲んでみたくないですか？お疲れ様ウイカのハッシュタグをつけてつぶやくとペプシ生が当たります。当たりは私が登場、ハズレは？それではお疲れ様ウイカ。か。ウイカさんの待ちの間もめちゃくちゃ良い。僕オッケーです。はい。じゃあこちらで。ありがとうございます。じゃあ紹介動画はオッケーなので、このままスチール写真撮らせていただきます。新登場、お疲れ様ウイカ。カット。スタート。おめでとう、ペプシ生当たり。ちょっと私もお先に失礼します。カット。よーい、スタート。お疲れ様ウイカ。カット。よーい、スタート。お疲れ様ウイカではなく、出てきたの俺か。カット。スタート。お疲れ様ウイカではなく、出てきたの俺か。カット。カット。カットをかけました。これのせいかな。クオリティイメージ通りです。あ、みんなが頭の中にあったような映像が。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よーい、スタート。生、いきます。よーい、どうぞ。ウイカに会いたいか、僕高木今日薄着。カット。はい。いいんだよね、これ。だってなんか。お一人にしないでくれ。まあ大丈夫。
きます。はい、よーい、スタート。ウイカは出ないか、でも諦めない、無理ない、じゃいカッツ。ありがとう。すげえ夢みたいだ。そういうやつなんですよ、こいつは。はい、カット。そういうやつなんですよ、こいつは。よーい、スタート。俺はジョイマンの高木。じゃあこいつの名前何？セイ。いきます、よーい、スタート。カズレー、ポツンと俺、よく見て、チコーよ俺。カッツ。ありがとうございます。遠慮勝ち、素晴らしいと思います。遠慮勝ちで。はい、わびさびがあっていいと思います。偽物だな。あれ俺じゃないから、あれ俺じゃないからしっかり撮ってるけど。いや、間違えました。大学の人だから。ちょっとカメラ前見てて。見てて。違いましたかね、今。見てるな。一番手前をさ、ちょいも高木乗っ取られるかもしれないです。はい、めちゃくちゃ。そうそうそう、奥にやって。うん、じゃあ、ご本人お願いします。これは持つ位置結構下で、企業案件に出過ぎた、これで良かったのか。外れた。残念だったね。もうまた明日やればいいじゃん。ね。アラップ。はいはいはい。どんまい、げんまい。一生分ありそうだ。では、ジョイマン高木さん、木谷さん、本日の撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。僕はね、まあ、この現場の、まあ、結構前に、うん、4年前に1回アイドルイベントで、うん、ビリーアイドル時代に会ってるんですよ。すごいね、はい、その時から本当にね、うん、そのアイドルいっぱいいるんですけど、うん、一番グイグイ来る子でしたね。なんかパーンっていう感じがその時からあって、でも片鱗はあったんだ、あの頃から、はいはいはい、今のような感じの、あの時からなんか、うん、いつかやっぱペプシの CM やるんだろうな、一緒にっていうのは。あなたも思ってた。あ、なんか弾ける感じが、あ、弾ける感じが、もしかしたら一緒にペプシの CM やるかもしれないって思ってたかもしれない。あ、その時に一緒に舞台立ってたってことですか。そうなんです。コントやらせていただいて。コント、どういう役やられてたんですか。私が秋元康さんの役をやってました、うん、僕が女子高生の役。どういうことそれ。夢みたいな舞台。セーラー服着て怖いね。悪夢ですね。悪夢だね。悪い夢みたいな。すごいイベントだね。そっからの駆け上がり方がえぐいね。そっからドカーンって売れて、一回テレビ局ですれ違った時に、うん、久しぶりにいたと思って、うんうん、あ、ファーストサマーウイカだって大きい声で言っちゃったことある。久しぶりすぎて、やばい人、
久しぶりに、ね、言いたくなるじゃん、ファーストサマーウイカ、言いたくなる、ファーストサマーウイカね、言いたくなる。僕は完全な初対面ですから、はいはい、めちゃくちゃフランクで、うん、その空き時間も話し合ってくれるんですよ、しっかりと。僕結構人見知りするんで嬉しくて。本当ですか、はい、フランクって、うん、取りようによっては慣れ慣れしいっていう。いや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 、やっぱそのキャラクター通りだなっていう、やっぱ芸人さんみたいなオンオフがない方だなって思いました。はい、いやすごいよかった、嬉しいです。裏表がないんで、はい、私はあの高木さんがよくツイッターで、うん、自分なんか最近ジョイマン見ないなみたいなことを言ってる人に、うん、ここにいるよって言いながら、はいはい、ツイッター見てくれてんのかよ、おい、トントンってこう、うん、肩を叩きに行く、うん、そう、そのイメージ、うん、後ろからここにいるよって言ってるイメージ、生存確認やってます。めちゃくちゃ面白くて、うん、あ、また絡みに行ってるわと思ってよく見てます。そうね、いや嬉しいよ、エゴサの鬼なんだろうなと思って。確かに暇さえあればエゴサやってますね、うん、本当にね、うん、だからペプシ生のね、これもお疲れ様ウイカつけて、うんうん、あ、ジョイマン高木久しぶりに見たみたいなこともしつけたら、うんうん、絶対にコメントしに来てくれる。いや、そうだね、はい、もう全員やりますからね、本当に。あら、全員にリプライやります。褒めてることも、うん、けなしてるようなこともですか。うん、うん、全部やる、本当に。すごい量になるよ多分。えぐい量よ、うん、キャンペーンだから。休みいっぱいあるから大丈夫です。そっか、はい、それ大丈夫だわ、はい、疲れないしね、体は疲れないから、はい、うん、よかった、うん。確かに本人なんですけど、うん、何でしょう、その、まあ、やってる人たち、撮ってる人たち、うん、考えた人たちとかも、うん、なんかこれで合ってんのかなみたいな、自分、みんな正解分かってないみたいな感じだったんで、はいはい、これ合ってますかっていうふうに言って、うん、ちょっとフラットにしたんですけど、うん、はい、うん、まあでもなんかやってるうちに、うん、あ、これこれっていう感じが出てきて、うん、はい、いつもより高く飛べたような気がします。あら、はい、ピョンと、うん、パーンと、はい、そうですね、やっぱりあの吉本からスケジュールが来て、うん、あの仮というスケジュールが確定になった時は嬉しいですね、やっぱり。確かに、ね、よっしゃっていう、生き返ったっていう、その仮、カッコ仮っていうのがビュッと消える時、ね、消える時あるんですよ、更新していくからバババって消えていくのよ、バラシが、ね、うん、あれが確定の時は嬉しいですね。その後誰が入ったか確認しますか。そうするする、あとエゴさんの鬼よ、気になるけど、してくとさ、切りないじゃん。切りないね。切りないのよ、そういうのは。うちらの場合、だいたい次、僕らバラシの場合は、ライオンさんが行くから、そこの現場には。西ライオンさん。だいたいだから、うんうん。危なかったここもね、もしかしたらライオンさんだったかもしれないし。確かにね。心配ないさあるから、うん。わかんないから、本当に。確かにそうですね。うん、そりゃ心配。なんだろうな、一緒だな、でも本当に。ああ一緒、はい、ああ仕事入った時、このやっぱペプシの CM 入った時、うん、そうね、うん、やっぱり食品系の CM というか飲料もそうですけど、うん、そういうのに縁がなかったんで、うん、この CM 入った時はやっぱり、うん、すぐ家族にも話しましたし、うん、それでなんかちょっとおかず一品多く出るみたいな、あ、家庭もね、なんか円満になって、素晴らしいね、うん、子供ですね。リアルに、うん、だから本当にそれで本当に生き返る SML、 イエイ、ここエコーがすごいよね、すごいんだよここ。なんだろうね、一番気持ちいいよラップやってて。気持ちいいだろ今、気持ちよそうだと思う、エコーがやっぱいいよここ生き返る SML です、はい。お休みの日とかにもう今日は料理しないって決めて、ピザとか、うん、もうテイクアウト、今だったらね、それこそ CM でやった、うん、あの配達員みたいな人にお願いして、うん、もう豪遊みたいな、ちょっぴり豪華なみたいな、うん、自分は手を汚さずに本当にみんなのなんか助けで気持ちよくなれるっていう、それ最高。ホテルのディナーとかじゃなくて、うん、ちょっとした庶民の贅沢みたいな感じにして、うん、ゴロゴロ寝ながら食べるときが、うん、なんか生き返るなって思います、うん、確かにね、はい、書き下ろしラップ、うん、はい、新作このためにね、はい、ペプシ生の、はい、もしよかったらなんか一緒に、あ、そうですね、ぜひぜひ一緒にちょっと、え、そんな素人が歌えるものですか、ま、歌うっていうんですかあれを、え、ラップですよね、一応コントなんですけど、 あんま歌うって表現すると、まあ、歌はね歌詞はちょっと難しいから、そうそうそう、池谷部分、そう、僕のツッコミ部分は、はい、はい、シンガー、あと、まあ、ダンスもあるんでね、うん、なかなか難しいと思うんで、ツッコミの方ですか、はい、ツッコミの方、池谷
かじさん何するんですか。僕はあの補助してます。サマーウイカさんの補助、補助お伝えしてください。ここで言うとこだよってあのお伝えします。はい、一応僕のねあのセリフ量はすごい少ないんで、ここだよって言えばフロアの感じです。はい、バイトリーダー的な感じなので、はい、一応あの言ってほしいのはなんだこいつはやっぱ言ってほしいんで、やっぱ声量があるから、はい、綺麗に言ってほしいのと、まあ、最後にネタの終わりにイエイっていう最後に一番言うんで、その後はもう突っ込んでいただいて、イエイじゃねえよって一言言ってもらえれば、まあ、一ラップあるんで、一ラップ、はい、一ラップあって、したら消えろって最後言ってください。はい、いやペプシ生ってうまいよね。美味しいですね。ってあんな美味しいんだろう本当。ヒュイゴ、うん、カモ、ヒュイゴ、カモ。ペプシー生ありのままおぎまま。おぎまま？なな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 、ペプシー生。え？いきなり出てきてごめん、まことにすいまめん。なんだこいつ。ラップでペプシー生に合う食べ物いよいよ。ラップでペプシー生に合うもの食べ物、どういうことそれは。ペプシー生、うん、合うよ煮魚、君は好きな煮魚とかあるのかい、うん、セイ。聞かれてますよ、セイ、うん、好きな煮魚、はい、ヒラメの煮付け、オーケー、煮魚、マナカナ、マナカナ、煮魚、マナカナ、週7、木の実7、木の実7ままだから、いいじゃねえよ、いいじゃねえよ、木の実7に引っ張られちゃった、いいじゃねえよ、いいじゃねえよ、ウイカ、サキイカ、消えろ、消えろ、ケイ、ありがとうございました。いやよかったね、木の実に引っ張られました。